イスラエル空軍第190飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、r 6 4エアパッチ攻撃ヘリコプターを運用する飛行隊である。別名として、マジックタッチ、スコードロンとも呼ばれるほか、編成時には、MD500 ディフェンダーを運用していたため、ディフェンダースコードロンとも呼ばれていた。イスラエル空軍は1973年の第四次中東戦争の戦訓から、 攻撃ヘリコプター導入の検討をはじめ、1975年には、ベルシャの R-1G コブラ6機を試験的に導入してテストを開始し、1978年には R-1 を運用する部隊として、第160飛行隊ファーストコブラスコードローンがその活動を開始した。1979年に、レバノンでの作戦に投入されその有用性が示されたことで、 イスラエル空軍は R-1 の運用数増加を図ったが、アメリカ側が R-1 の大量の輸出に難色を示し、導入予定機の一部を MD500 ディフェンダーに変更することとなった。ディフェンダーは R-1 の旧型飛行のモデルと同様に、当対戦車ミサイル運用能力を持ち、一方で1機あたりの単価は R-1-1-3 であった。 イスラエル空軍は32機のディフェンダーを購入し、これを運用する部隊として1980年3月にパルマヒム空軍基地を拠点として、第190飛行隊ディフェンダースコードローンが編成された。MD500 は1980年7月にレバノン南部での対テロリスト作戦に投入され、ウイジンを飾り、これ以降のレバノン南部での作戦においても MD 500はス1と共に多くの作戦で活躍した。1982年のガリラヤの平和作戦においても MD500 は多くの作戦に投入された。これらの作戦には進行する地上部隊の支援、敵民兵の車両への攻撃、シリア軍の装甲車両への攻撃、そしてベッカー高原に配備されたシリア軍の地、 対空ミサイルサイトへの攻撃作戦などが含まれる。この進行作戦の結果として PLO は、この地域からの撤退を余儀なくされたが、代わってイランのホメ名ニシの移行により動員されたヒズボラが、この地域で勢力を増すこととなり、第190飛行隊の MD500 の作戦投入もこの後80年代、90年代の前半まで継続することとなった。 MD500 の最後の大規模な軍事作戦投入は1993年7月のオペレーションアカウンタビリティであった。この作戦において第190飛行隊のディフェンダーはレバノン国内の20カ所のヒズボラの拠点や施設を攻撃した。イスラエル空軍は MD500 や R-1 の運用を続ける一方で1990年からは第113飛行隊において R-64A の運用を始めていた。1993年にはアメリカから24機の R-64A が追加供与され、これを受けて R-64A の運用部隊を2個、飛行隊規模に増強することとなり、第190飛行隊が R-64A 飛行隊に改編されることとなった。これを受けて、 第190飛行隊の MD500 は1994年に運用停止され、飛行隊の辞任は R-64A の運用訓練や追加供与された R-64A の組み立て、戦力化の作業がなどに従事した。翌1995年3月22日に、第190飛行隊はラモン空軍基地を拠点に、 R-64A アパッチ攻撃ヘリコプターを運用する飛行隊として再始動し、第190飛行隊は R-64A を運用する2番目の飛行隊となった。第190飛行隊の R-64A は、翌1996年に怒りの武道作戦に投入された。2005年には改良型の R-64D アパッチロングボウが、 イスラエル空軍に導入され、第113飛行隊が R-64D の運用部隊に改編されることとなった。これを受けて、第113飛行隊の R-64A は、すべて、第190飛行隊に移管されることとなり、第190飛行隊の規模はそれまでの約2倍のサイズとなった。これ以降、第190飛行隊は、イスラエル空軍で、 R-64A を運用する唯一の飛行隊となり、2006年の第二次レバノン戦争、2008年のキャストレット作戦においても作戦参加している。ありがとうございます。